皆さんのパワーが必要なんです。どんなパワーでもいいのです。どんなパワーでもいいのか。アリスが何をしようとしているのかわからないが、こいつは試してみる価値がありそうだな。アリスの出すパワー、どれくらいなのか。それに新天地してレアちゃんを振り切ったほど。一体、どんな力が彼女の中で働きかけているのか。わかったわ、アリス。私たちの思いをアリスにぶつけるのだね。皆さん、お願いします。私は、このパワーで。ふん、怯えているのか。だが、お前らみたいな邪魔な存在はここから追い払うしかないのな。何をしようが無駄だとわからんのか。私が言ったことで、皆さんが、私に向けて、そうですね。私の中に眠るというこのパワーはまだまだ育み続けてないものに等しい。そのパワーを全面に出し切れば。通告が聞けないなんてバカ丸なしだな。とにかくモティア様の根城に這い上がろうとする不届き者は何人たりとも許されない。け。アリス、大丈夫かしら。あいつ、爆弾を投げつけてきたみたいだわ。ユーカさん、これは私がすることなので。お願いします。でも。ふん、仲間に攻撃させないなんて無知の程があるわい。それに可愛い部下たちを倒すなど、おかしなことをする。そんなことをけしかるとはティア様は憤りをたぎるに違いない。だが、部下を倒されてもここを突破することは無理な。なぜならばここで私がお前を葬り去ってくれるからな。先ほどは外したが、まずはそこのお前を倒す。潔くくたわるがいい。アリス、一人に戦わせて大丈夫かしら。相手はめちゃくちゃ大きいし、とても一人で相手にできそうに見えないわよ。大丈夫だよ。ゆうか。まあ、見ていた方がいいんじゃない。なんかね、アリスの様子が、変な感じなんだよ。まるで変化が起きそうな気がするんだ。変化が起きそう。確かに体が光ってたわね。じゃあ、おとなしく見ておきましょうか。私の攻撃でひるまないなんておかしなやつが。トランク軍団よ、結集せよー。なんだ。嘘、まだトランク兵士がいたなんて。さあ、どうな。さっきの可愛い部下以外にもティア様を守るための部下は何人もいるのな。お前らみたいな人間が一人で制圧できるはずがない。完全にアリスは囲まれているわ。とても私たちはあの輪の中に入れないわよ。相手があんなにいちゃ、すごく部が悪いわよ。数が多けりゃ不利になりやすいしな。さすがの私のムスパカブレイジングスターで処理しきれないかもしれんな。数が増えた。からといって億劫にはなりません。私にはグリモアリスがあるのです。ふん、それがどうした。私はワティア様を守るトランプ軍団になり。さあ、いよいよ終わりにしようではないか。潔く死ぬがよろしい。あ、アリスは無事なのか？おいおい、今の爆発は。でも、アリスなのか？私はアリス。究極の魔導書、グリモアアリスを片手に、悪しき軍団をやっつけようと思うわ。アリスが変身しちゃってるわ。というか、今まで使っていたものの原因も実はこのためなのかしら。よくわからんが。なあ、アリス。本当にあの巨人をお前一人で倒せるのか？私を誰だと思っているのかしら。私は魔法を操る魔法の天才よ。知らないなんて言わせないわ。とにもかくにも、あのトランプの王様を退治し、このワンダーランドの諸悪の根源を退治しましょう。ふん、何が変身な。変身とか幼稚な真似をしよって。何度も言うが、変身したところで私を倒せるはずがない。そんなことないわ。グリモアリスに書かれている魔法は禁忌とも言われるほどなのよ。まだ試してなんかいない？そんなものがずっしりよ。だからそこにいるあなたに試してみようと思うわ。それにあんたらの軍団は本当にくだらないことに手を出すから、呆れてものも言えないわ。何がくだらないことな。
その魔導書を破壊してやる。マジカンス、プレルード。わら、なんだなんだ。体が宙に浮いているなと。ふふ、この魔法は相手を浮かせることができるみたいね。そんじゃ次はこれを試しましょうか。マジカンス、スモーリー。なんだなんだ。体が小さくなってくる。やはは、そうよ。だんだんと体を小さくして、小人みたいにするのよ。面白い魔法ね。うるさい。いいから元に戻しやがれ。それはできないわね。ほら見なさい。小鳥さんみたいにちっちゃいわよ。罪もない小鳥をカゴの中に閉じ込めたからよ。因果応報は帰ってくるのだよ。だから、そんなあんたには踏みつぶしてやるわ。やめろー。僕は死にませーん。これでさよならだね。まったく、変な連中はやられておしまいよ。それにこのグリモア・アリスも完璧なまでに作られた魔導書だわ。魔法が強いもの。ぬおお、アリス、お前やりやがったな。あのトランクキング野郎を倒したぞ。倒してやったわ。でも、油断はできないわ。まだまだ親玉がどこかに潜伏している。確かにな。注意を払った方がいいだろう。よくも、よくも、私の可愛い兵隊をぶち壊してくれたね。アリスという大会派が落ちてきたからいそうな少女がこの証に何の用なのかしら。これがクイーン、ケアかしら。何の用って、それはあんたを倒すからよ。あんたが支配するなんて間違っているのよ。あんたを退治し、トランプ軍団というバカな連中を私がこの手で救ってやるわ。バカも休み休み言いなさい。この証に歯向かうなんて、頭に来るわね。特にアリスというあんたが気に食わないわ。ステーゴ、ソルジャー。け。アリス、あんたはこの証を倒すことはできないわ。ここまでやってきたのが運の尽きよ。私がフラワーパークを牛耳る。それだけよ。野望を妨害させてたまるか。ティンカーベルなの屈辱。な、何をする気なのよ。やばいわ。それに私の体も。最後に、これだけを、マジカンスグロリア。おし。なになに。ついてきたが、変なところだね。それも物語に出てくるお城のところ。トランプの兵士たちの姿が見えないな。まあ、そんなことはいいんだ。好きあらば、あの子たちが集めているようなアーティファクトを私が独断で獲得しちゃえ。そして驚かせるんだ。わあ、私だけじゃなくてよかったー。ねえ、ここはどこなの？キツネさん。わあ、なんだあなたは。というか、近いよ。そりゃ近くて当然よ。同じ境遇に陥ってしまってるからね。ちょっと、話してちょうだい。私はすることがあるんだから。いやよ、せっかくエレンに仲間ができたんだからね。一緒についていきましょうじゃないの。どうしてー、こうなのー。いてて、なんだよここは。おい、小石。無事なのかー。私は無事よ。ゆうかも霊夢さんもクリスティナも。で、アリスは。元の姿に戻っているわね。でもまさかティアのパワーにはかなわないなんて。はぁ、あ、はぁ、あ、私は一体何をしていたんでしょうか。長い夢でも見ていたような。アリス、無事だったのね。もうおバカなことをするんだから。ユウカさん、私は一体。ようこそキャッスルゲートラインへ。ここは私の管理するチェスの王国。不要な人間はここで暮らすしかないわ。そこのアリスという少女は諦めがたい存在ね。だけど、不要なものは不要なのよ。アリスがいたら、支配できないもの。だからアリスの手にあるその魔導書を預かるわよ。若くしに駆けつく魔の虫図が走るわ。魔導書か。
ふん、こんないたたらしいものなど、燃やしておしまい。嘘、変な力でアリスから魔導書を奪うだなんて。おほほほほほほ、このような魔導書で私の野望を妨害するなんて、とてもバカげている。回帰すべき選択でしょう。無様に燃えていくのを見つめるがいいですわ。おほほほほほほ。マスター・スパークル。は？いよ、ちびさめマリサよ。悪い妖怪の連中は魔法に変わっておしおきよ。マリサ。あの子ったら、変身してるわね。でもこれで倒せるではないですか。何よ、あんた。私はあの死に損ないのアリスを始末するために今からこのグリモア。ふん、その魔導書はあいにくあたいのものよ。それに燃やすなんて火事になるからやめなさいよ。な、しまった。にゃははははのんきに話しているから奪われちゃうのよ。こんな魔導書で世界を支配するなんて小学生以下の発想よ。くたばりなさい。やかましい。ミッキー・アンボリー。おっと、危ないねー。だけどあたいは強いから、あんた一人の相手に苦戦しないわよ。な、なんですってー。マリサ、私も参入するわ。今度こそ、邪悪な女王を討伐するわよ。アリス、また変身してる。ああ、楽しみだわね。早くあんな邪悪な存在を勝たさなくては。ふざけるのも大概にしろ。お前が何かに負けるか。アリス、行くわよ。グロリアスグリモア。うわ、なんだ。ガガガガ。しびれるー。これでとどめよ、ギャ。ねえ、ミゴー。今頃、あの子たちはなんとかやっているのかしら。ちゃんとグリモア・アリスを使えているのかしら。きっと、使えているはずです。グリモア・アリスはとてつもなく強い。でもライマイクに伝わるどんな魔力にも勝ることもない死の者なんですよね。それに私たちは帰りを待つのみです。恐るべきハートの女王であるティアにこの世界を牛耳られてたまるものですか。そうね、フラワーパークは誰かが管理するものじゃない場所。管理者のいない楽園そのものだからね。私は一体何をしていたのでしょうか。あら、ドレミー、目覚めたのね。もうあなたは大丈夫よ。あなたの失われていた記憶を蘇らせたんだから。私の記憶ですか。そうですね。数分前に何が起きたのか、詳細に存じ上げれませんが、なんとなく、覚えがあるような。ふふ、あとは小石さんたちの帰りを待つのみです。